変化が目まぐるしく、先の見通しが立てにくい不確実で混沌とした時代。今を生き抜くためには常識を覆すイノベーションが不可欠だと言われます。そんな中、世界中の熱い視線を集める一人の日本人がいます。伊藤丈一さん、46歳、愛称丈一。去年秋、世界最先端の研究所の所長に抜擢されました。This place is a very good example of how you thrive in AI, which is when the world is unpredictable, crazy, and fast. 伊藤さんが所長を務めるのは、アメリカ・マサチューセッツ工科大学メディアラボ。今や当たり前になっているインターネットの LAN システムや電子書籍の文字表示など、世界を変える技術を生み出してきたイノベーションの伝道です。その新しいリーダーとなった伊藤さんは、どうやってイノベーションを生み出そうとしているのか。一番何が必要かっていうのはクリエイティビティで、自分の固まった考え方を壊すために、やっぱり違う世界にこうつながっていく。大学は中退。ナイトクラブの DJ で生計を立てたり、借金まみれになったりの型破りなキャリア。今夜は世界が注目する伊藤さんに、この混沌の時代を生き抜くヒントをじっくり伺います。こんばんは、クローズアップ現代です。インターネットを使えば情報を入手することも、人とつながることもかつてないほど容易になり、アイデアからイノベーション、技術革新を生み出す時間もコストも劇的に減少しています。それだけに変化のスピードは速く、また何が起きるのか予測も困難です。このような混沌とした時代の中で、一人の人間として、また企業や政府といった組織として、いかにしなやかに変化に対応できるものの考え方をし、実践できるのか。縦割りを排し、専門分野や国境を越えての交流が大切、グローバルな人材の育成が大切だと言われて久しいのですが、イノベーションが次々と生まれる環境づくりが実現してきているとは言い難いのが現実です。未来をつくる研究所と呼ばれる MIT メディアラボ所長の伊藤丈一さんは、これまで自ら分野の壁を自在に乗り越えて生きてきた人です。一言で表現するのが難しい人ですけれども、数々の IT 企業を立ち上げた起業家、投資家でもあります。またインターネットの知的所有権のルール作り、人権擁護団体、ネット上の市民ジャーナリストのグループなど、数々の国際組織のリーダーでもあります。去年秋、世界のトップクラスの研究者200人以上の候補者の中から第4代所長に選ばれました。誰もが思いもつかない異なる分野の人と人をつなぐ力が高く評価された伊藤さん。混沌をいかに生き抜き、どうすれば新しいものを生み出せるか聞きました。マサチューセッツ工科大学メディアラボ。1985年の設立以来、革新的なデジタル技術を開発してきた研究所です。例えばこれは、何も触らずにコンピューターを操作できるシステム。仮想空間の中で他の人と物を作ったり遊んだりできる夢の技術です。これは身の回りのいろいろなものをキーボードに変える装置。粘土や果物、人間など電気を通すものなら何でもキーボードになるという、まるでマジック。こうしたラボの研究を実際に社会を変えるイノベーションに発展させる、それが所長伊藤丈一さんの使命です。そのため伊藤さんに期待されているのが、異なる分野の人と人をつなぐコネクターとしての力です。今ま
までの所長の方々というのは、皆さんPhD 博士号を持った方々だったということですけども、はい、伊藤さんは大学を、はい、出ていらっしゃらないんですけども、はい、その異文化の方々をつなぐコネクターとしての役割が期待されて所長に就任された、はい、自分がご自身で選ばれたその理由っていうのはどう見ていらっしゃいますか。多分いろんな要素があると思うんですけども、で多分そこのその雰囲気が、うん、DNA っていうような雰囲気がすごくぴったりあったっていうのが一番メインだと思うんですね。 DNA っていうとまずメディアラボの特徴は我々は英語ではアンティディスプリナリーっていう言葉を使ってるんですけども、一つのこう分野にまとまらない人、悪い言い方で言うと仲間外れなんですね。だから結局こう何かやりたいんだけれども、どこでもどこにもはまらない、だけれどもメディアラボだったらなんとかなるような学生先生プロジェクトが全部メディアラボに集まっていて、で私もなんかずっと人生いろんなところでいろんなことをやろうとしたんだけども、自分がやりたいことっていうのはどっか一つの組織にはまとまりきれなかった。そしてまあそういう人たちの集まりなん でそういうこうそういう人たちの集まりをちゃんとこう理解して、でそうで自分もそういう人だっていうのが、まあ、DNA だと思うんですね。伊藤さんの一日は朝から晩まで議論の連続、研究が何とつながれば新しいものを生み出せるか模索しています。一人の若い生物学者が相談に来ました。I've got a microfluidics for actually being able to create all of that DNA. Okay, so all the synthesis capacity and doing that all in fluidics. I'd be excited and there'd be a really. 新薬の開発などを目的とした DNA の製造。インターネットを使って画期的な薬を次々と生み出せるようにしたいとアイデアを語りました。それに対して伊藤さんは、The proprietary versus open in that space. 指摘したのは、DNA とは一見関係のないように思えるインターネット上の著作権問題。伊藤さんは即座にその専門家を数人選び、生物学者に引き合わせることを決めました。So, anyways, awesome. Dude, Joey, thank you so much. Yeah, really great. 異分野の人と人をつなぐコネクタ。伊藤さんはどんな話を聞いても他の何かとのつながりを見つけ出します。この日会ったのはベンチャー企業を経営する女性。今後の事業方針を決めかね、伊藤さんに助言を求めました。この会社が手掛けるのは電子部品がセットされたブロック、組み合わせ次第で音を出したり動いたりするおもちゃです。おもちゃの説明を聞いていた伊藤さんが不意にある提案をしました。To me, my data is just anecdotal, but what would be interesting before we invest a lot of money into it would be to either talk to an anthropologist, so she might have some of the data. Minecraft.おもちゃビジネスと文化人類学。最近ある人類学者が取り組んだ子どもとオンラインゲームという研究が商品開発のヒントになるのではとひらめいたのです。バラバラなものの中につながりを見出す、それはエリートからはかけ離れた経歴の中で育まれました。伊藤さんは幼い頃から両親の仕事の都合で日本とアメリカを行き来しながら育ちました。しかし勉強は大の苦手。
なんとか大学には入ったものの、全く馴染めませんでした。一方的な講義に正解ありきの問題、どれもこれもやる気が起きない。そんな伊藤さんに転機をもたらしたのは、一人の研究者の言葉でした。父の恩師であるノーベル賞学者の福井健一さん。福井さんは池に浮かぶ木の葉を指さして伊藤さんに言いました。水面に浮かんで揺れる葉っぱ、この動きを数式にするのは非常に難しい。この世界は、例えば大気の流れにしても株式市場にしても、一見複雑な現象ばかりで、まさにカオス。しかしそこにはある一定の美しい規則性がある。彼は目をつぶって、で開いて、君カオスのことを勉強した方がいいとか言って、それでもうガラッと僕の考え方が変わるん でそれはもう何年大学行ってもこう思いつかないようなことを。伊藤さんは大学を中退、実社会で自らカオス、混沌を学んでいきました。シカゴのナイトクラブで DJ を2年、治安の悪い街のカオスの中に想像もしていなかった秩序があることを発見しました。日本ではベンチャーを起業、借金まみれになり会社を買収されるという手痛い体験もしました。その他カメラマン、映画制作など、一見脈絡のない多種多様な世界に気持ちの赴くまま飛び込んでいきました。 How was it? Great. 次第に見えてきたのは、予想もつかないところにこそ互いに組み合わせると何か新しいことが生み出せる人たちがいること。そうした人をつないでいくうちに、IT の世界的なネットワークを率いるようになり、スティーブ・ジョブズに並び称されるほどの影響力を持つようになったのです。とにかく若いところ頃からの経験をこうずっと積み重ねていくと、まあ、カオスかなっていう感じもしないんですけども、あのご自身は自分は少し違和感のあるようなところの方が居心地がいいっておっしゃって、居心地があんまりいいと学びは止まる。でどうやって学ぶかっていうと、違和感がある環境の方が学びが起きるわけですよ。なぜこうなってんだ、なんで僕がこういったのにこうならなかった、それが毎日こう繰り返しあるとすごく学ぶ。でもちろんそのお金とかは大事なんだけども、今いくらお金を蓄積しても、あの自分の人生が破綻する可能性ってたくさんあって、で今はそのいろんな国の言語を覚えてたり、いろんな人を知ってたり、あのこのネットワークを持っていることの方が多分そのあの生き残るため のスキルが大きくて、そうすると自分に投資をしなきゃいけないと。で自分の投資って何かというと自分の学び、でその学びを起こすためには楽しちゃダメなんですね。でもそれにしてもこう異文化をコネクトできることがなぜ今イノベーションにつながるのか、はい、今我々の世の中っていうのはあのこう想像できないこととか、あの準備プランが準備ができない、それと想像できない、そしてそのあの予想できないことがしょっちゅう起きてる、うん、今の世の中すごいそうですよね、経済にしても、はい、そうするとなぜ想像できないかっていうと、結局この、 周辺の視野が狭いんですよみんな、うん、だから我々の世界っていうのはこう集中してきちっとお利口さんの人間たちが集まって企画を立てて言われた通りものをこなすっていうのがこうちゃんとした人、ちゃんとした会社、うん、でもそういうちゃんとした人ちゃんとした会社っていうのは予想外のものってここに見えあっても見えない、うん、
でその新しいイノベーションっていうのは突然こっちからやってくるものとか、ここに実はチャンスがあるから会社をこう変えようとか、でそれを変えるためにこの周辺を見るために何が必要かっていうと、この自分でだクリエイティビティって自分で規制してるんです。今のやっぱりイノベーションには一番何が必要かっていうのがクリエイティビティ でこのコネクタとかその異分野に何が重要かっていうと、これはやっぱり自分の固まった考え方を壊すために、やっぱり違う世界にこうつながっていくと、こうだんだんそういうあのクリエイティビティが出てくると。つまりこの偶然性とかセレンディピティ的なものを期待していれば、何かこう面白いものもが想像しないものが出てくるかもしれないという、そうですね、そういうことを例えばセレンディピティ、あの偶然性なんかでも、はい、結局毎日こう定例ミーティングと企画通りに世の中を動かしている人っていうのはセレンディピティが起きてもあのそれをこうあの取り込むことに気がつかなかったですよ。で有名なあのいくつか有名なストーリーがあって、一つはこう画面にこう点をつけて、はい、点を出して、でそれを見ててください。で周辺にこう色つけるとみんな見えるんだけれども、この点を見てると1000円あげますっていうと見えなくなっちゃうのね。でそのセレンディピティっていうのはしょっちゅう起きてるんだけども、それに気がつくかっていうのがすごく重要で、そうするとその我々ってこう集中することがいいことっていうふうにみんな思ってるけど、集中するとだからこれはあのキノコ狩りの人もそうなんだけども、キノコってこう探してると見つかんないけど、こうファッとこうあのフォーカスを引くとこうパターン認識が起きてこのキノコって見えるのね。でそれをキノコ狩りと同じような感じで、はい、新しいチャンスを探す時っていうのは一生懸命考えてると、はい、あのどうやって儲けるんだろうって一生懸命考えてると実は気がつかないん で、うん、でそのこうセレンディピティを気がつくようなあの頭と環境作りっていうのがこのメディアラボ の課題なんですよね。もっともっとその面白い人たちがっていうか、まあ何ていうか分野を超えて、いわゆるその今までの普通の社会では居場所のないような人たちが集まった人たちのこう何ていうかこうネットワークをもっと広げていきたいという、そういう今のインターネットとか今の あの世の中を見てると面白いといろんなところでいろんなイノベーションが起きているのと、コストもそんなにかからないんで、で何が一番こうバリューがあるかっていうと、この多様性っていうのにすごいバリューがある。あのスコット・ページっていうあの学者が書いてるあのディフェンスっていう本の中でも、あの同じような人間がすごい賢くても一生懸命考えてもなかなか解けない問題に、すごく多様な人たち入れるとそのいろんなモデルをあのそこにつないでみるんで解決する可能性がものすごく上がるの。であとはその測るあのネットワーカーってすごくネガティブなイメージ多分日本人、まあ、アメリカ人もそうです持ってて、でネットワーカーってなんとなくこうどっかパーティーに行って偉い人順からこう名刺交換にして回るっていうネットワーカーってあると思うんですよ、はいはい、ただそれってすごく単純すぎて、その偉い人って必ずしも面白くないし、そしてその情報を持ってるとは限らないですよね。そうなんですよ、うん、で情報とあとはそのパターンなんですよね。だから偉くなくてもこの人は例えばあのカオスについての考え方がすごく特殊で、うんうん、でいつかどっかの会議でこういうことがあったら、あこれ つなぐとすごく面白いっていうこの素材を探してるわけなんで、うん、そうするとその絵の具のこう絵を素材を探すときに一番濃い色ばっかり集めてもつまんなくて、うん、こういろんなものがこう素材があった方がいいのと同じように、自分が会ったことないような人間を会うことが重要なのと、うん、あとはその話したときにやっぱりこうあの情報もそうですし、はい、その心もあのオープンな人がよくて、でそういう人たちっていうのはなんかお互いだんだんこうあの出会うもんなんですよね。8月下旬、伊藤さんは新たな挑戦を始めようとしていました。ますます混迷を深める世界でインターネットの力を利用し、これまでにない大きな社会変革を起こしていこうというのです。法律の研究者ベス・ノベックさん、去年までオバマ大統領のブレーンを務めていました。担当はオープンガバメント、国民がインターネットを通して大統領に直接意見を伝えることができるシステムを作り上げた人物です。
伊藤さんは彼女をメディアラボの客員教授として招き入れることに決めました。世界中で人々が政策や法律の作成に直接参画する仕組みを生み出したいと考えたからです。And so typically we haven't had any of those people in our ecosystem because they don't build things, and Beth is very unique because she builds stuff, and that was what convinced the lab that made sense. 頭にあるのはアラブの春など既存の政治システムを破壊してしまうほど強大になったインターネットのパワー。ネットの爆発的な力と政治を融合し、新たな国づくりを世界中で仕掛けていきたいと考えています。政治とこのインターネットと融合したときに合意形成のあり方が変わるんではないか、はい、まあ、そうあるべきだというふうに長い間伊藤さんはおっしゃってきたわけで、だからこの最近の動きを見ているとインターネットでそのもっと民主化が進む例もありますし、一方でなんか民衆が操作されているような、はいはい、そういう逆のことも起きてますよね、はいはいはい、諸刃の、まあ、剣っていうか、はいはい、ありますね、うん、多分今のインターネットとかの使い方っていうのはそれこ そ, その悪い政府をひっくり返すと か,、うん、か隠れてる情報を出すとか、うん、本当にこう破壊をする悪いものを破壊するっていうところはだいぶ進んできたと思うんですよね。でも破壊した後に組み立てるっていうところが次で、この組み立てたり運営したりそれこそ憲法を書く、例えば今リビアで憲法をもっともっと国民の声を入れてきちっとした憲法を作ろうっていうのも今いろいろ考えてたりするんで、だから多分次はそこが大きくて、そういう意味ですごくこう面白い、なんていうのかな、面白いこう発見がこの数年出てくるんじゃないかなと思うんですよ。ネットが発展してこう人々がつながることによって新しい政治モデル、うん、この間接民主主義に変わる新しい政治モデルが生まれる可能性って近い将来ありますか？うん、結構あると思います。実験的にいろんな大きな国って複雑なんでなかなかできないんだけれども、小さな国北欧とかあとはその州政府とか都市とかでは結構あるんですよ。その一緒にみんなで予算を決めるとか、うん、法律を書くときもみんなを巻き込むとか、あとはデリバティブポーリングって英語で言うんですけど、その なんていうのかな、みんな国民を呼んでディスカッションをして、みんなで議論して、で議論した後に投票とか世論調査をするプロセスっていうのがあって、でこれを実験的にいろいろやって今度ネットでつないでるんですけども、市民の力、うんうん、とこれ実はすごくこうつながっていて、で世の中複雑なんでトップが考えても理解できないけれども、みんなバラバラでやると実はこの複雑性をちゃんとこうマネージできて、だから僕はこれからの時代本当に大きな戦争だとか今ちょうど多分経済危機とか環境問題も僕はこういう実は現場から答えが出てくるんじゃないかなと思ってる。もう議論はもうみんな飽きちゃったんだ、もうとにかく作ってみようと、でダメだったらまだいじってみよう、でそれがその今のインターネットだとそんなにコストかけないでとりあえず作っちゃえるっていうのがこれはもう政府にもすぐ巻き込むことができると思うんですよね。今伊藤さんとしていろんなことをやってこられて次何を面白がろうとしていますか？それが面白いって言ったらいいんですけど一番僕楽しみにしてるのは全く今予想してない、全く今僕想像できないような新しい、またさらに新しいものを探すのが好きで、で例えばその今回うちの先生の枠がまだ余ってるんで数百人の先生300人以上かな、うん、あってんでみんな面接するんですけど、そこの中にはもうシェフもいればマジシャンもいればバイオリンを弾く脳科学者もいれば、もういろんなのこんなものに興味持ってる、こんな才能ある人たちっていうのがたくさんいて、で自分が想像できないようなことをできたり想像できないことを考えたりする人たちがものすごいたくさんいて、それね日常的に
出会ってるんですよ。でそこの中で何かこうつなぐことによって、でこれがそのメディアラボの本当に一番のこう目的なんだけども、自分が想像できないような人と自分が想像できないような分野で何かバンとインパクトを出すっていうことが重要なんで、でそうするとその何を次やるかっていうと、今想像できないことを次にやりたいなっていうのが自分の夢です、ね、そうそれで何なんでしょうね、楽しみですね。今想像できないことをやることが夢と話していた伊藤さん、一人一人がしなやかに生き抜く上で大事なのは、子どものように人と容易につながり、学び、遊び、空想するといった子どもの要素を持ち続けることではないかと、目をキラキラとさせて話をしていたのが印象的でした。今夜のクローズアップ現代はこれでお別れです。